じゃーん、こんな感じの、ここいや、ここ少しずつ出来上がってきてる。顔はね、今クマになったよ、やっと。さっき耳完成させて、どうだよ、階段の部分作ってた。ほらできてるでしょ、顔。かわいい、ちゃんとクマになってきてる。あとは体作ったら、体作って手とか足とかも作んなきゃそう、クマになった。この時間もいい質問。そう、この時間と次の時間、何時間、次15分なんだよね。返していきます。やっとこう、さっきさ時間が分かっ、なんだっけ、私の配分が悪すぎて。なんでこう、どこに、どう、何もかな。明日の配信でよさげ京子ちゃんみたいな。明日？今日か。今日？そうだな、何にしようかな。今日は一番最後のこの配信、13時20分からの配信で、今日もか、今日も髪型を変えようと思ってます。どっちにしようか迷ってるんだよね。サイドポニー、サイドポニーもあれだ。確かにおさげもいいね。サイドポニーかおさげ。今日しなかったら明日する、どっちか。でもサイドポニーしたことない。サイドポニー、サイドポニーなんかなんかダンス部とかに入ってそうだけど、落ちる。髪型変えるの、ツインテールは昨日した、昨日した。猫の他に動物飼ったから、猫の他には、猫ちゃんの他は鳥、文鳥、文鳥前に飼ってた、去年ぐらい、去年一昨年、そのぐらいまで忘れちゃったあなたで髪型決めるね、また。サイドポニー、サイドポニー終わり、うん、文鳥、猫と文鳥ぐらいだね、文鳥ぐらいだ、そのぐらい、あんまない、ペット飼ったから。うん、京子ちゃんもオルガンだか、オルガン生徒会出てほしい。私も出てみたいな、あれ楽しそう、楽しそうだよね、毎回いつか出てみたい。全然武器つけるね暑い、普通に暑くなかったんだけどな、話してたら暑く。ギフトありがとうございます。 WY@ かけるの守護神さん、だるまありがとうございます。とチュンチュンさん、だるまたくさんありがとう、ありがとうございます。ありがとう。とヤスさん、レインボースター、ありがとうございます、ありがとう。ニャオコさん、クマタワー、ありがとうございます、ありがとう。
これさ、私さ、黒のマーカー以外、マーカー？ホワイトボードのさ、ペン以外さ、マーカーか使ったことがない気がする。映るかな？あ、映った映った。ちゃん次は可愛く描けるさっきの雲可愛くなかった。どうやったら可愛くなる？ちょっと待って。じゃーん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。同じ違う違うよ。ありがとう。皆さん、だるま、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと目で上げない。ねえ、可愛くならないんだけど。無理だ、無理。なんか微妙な表情のクマしかできない。ちょっと、読むね、質問。半年間ほぼ毎日 LINE してた子からの返信が途切れました。こういう時催促する派待つ派？私はでも半年間でしょ、毎日ほぼ毎日。途切れたら半年間。そうだ、どうなんだろう、待つかな。でもなんか催促しそうな気もする。催促ってか、なんか送るかな。でもなんか LINE は私基本的いつもすごいなんか返信遅い。いや、早い時は早いけど、どうなんだろう、よく溜めちゃう方だから。待つ、どうなんだろうね、どうだろう。なんか私こう待つ方じゃなくて途切らす方かも。やばい。でも自分がそうなったら自分がやっちゃうから、待つっていうか何も送らないかも。途切れちゃった途切れちゃったで、何か用事があれば送るけど、何もなければ特に送らないかも。途切れちゃって、途切れちゃって、もう途切れちゃっても、いや途切れたなとは思うけど、まあいっかみたいな感じかも。それは草。嫌いってわけではない、なんだろうね、なんか最初はすぐ返すんだけど、なんか大事な話、なんかちゃんと決めなきゃいけない話だったらその場で返すけど、なんかなんていう、別にみたいな、別にじゃないな、なんか
あんまそんな大事じゃない話、すぐに決めなきゃいけない話じゃなかったらめんどくさくなっちゃうんだよね。それで違う次の人が逃げちゃう。だから相手がそんな感じでも全然気にならない。遅くてもすぐ決めたいことじゃなければ、すぐもうその日のうちに決めたいとか今決めたいとかだったら返してほしいし自分も返すけど、そうじゃ、そういう話じゃなければ別に相手が返してこなくてもあんまり思わない。自分がそうだからだろうね。わかる？そのなんだろう、なんか普通なんかそういうその場で決めないといけない話じゃなくても最初の方は返すの、会話が始まってすぐ結構返すんだけど、何日かは途中からね、いいかなってなっちゃう。明日返そうってなっちゃうよね。ギフト読みます。あゆりちゃんさんハートありがとうございます。ありがとう。シマトマグナナレンジャーさんもハートありがとうございます。アナウキーさんレインボースターありがとうございます。とシンさんタコありがとうございます。とチャムさんハートありがとう、ありがとうございます。ありがとうみんな。途中で返すことできる、そうめちゃくちゃ速度。一番子さんのぬいぐるみってね、子さんのぬいぐるみはあのくまちゃんのぬいぐるみなんですけど、ちょっと待ってね、持ってくるね。くまちゃんいいじゃん、取れる、いいじゃん。くまちゃんで一番新しい子はキティちゃんです。この間この間、そうこの前見た子、この子くまちゃん、そうこの前の配信出てたくまちゃん、昨日かな、昨日かのくまちゃんです。この子が一番昔くらい、幼稚園ぐらい、覚えてないけどそのぐらいの時からいるくまちゃんです。うん、しのりさんだるまありがとうございます。ありがとう、映ってない。映し方と、いちごミルクさんハートありがとうございます。みつき、みつきデッサンかな、みつき合ってる、みつきさんデッサン、だるまありがとうございます。間違ってたら言って、ごめんね。かわ、お気に入りの香水は、香水はね、なんか持ってるのは持ってるんだけどね、何個か持ってて、でも結局自分の使ってる香水の匂い、自分でさつけた香水の匂いで気持ち悪くなって使わなくなっちゃって、で最近それで唯一使ってるのは白のサボンっていう匂い、みんなよく使う、みんな使ってる人多いやつ。なんかあれが結構きつくなくて、匂いが使いやすい、自分の香水の匂いで気持ち悪くなっちゃう、アホだよね本当。いや匂い買った時はすごいいい匂いだなと思って買うんだけど、使ってたらなんか違うって感じ、匂いきついかもって感じ。でもそんなに毎日つけない、うん、そうね、今日も出かけたけどつけない、なんか忘れちゃうことが多いですね。あ、ミキですさん、ごめんね間違っちゃって、ありがとう。ミキさん、確かにキョウカちゃん忘れてた、なんかよく忘れちゃう。
ーニングルーティーン、モーニングルーティーン、モーニングルーティーン、起きて、とりあえず携帯を触る、5分ぐらい触って起きてす。なんかあるっけ。でコンタクトつけるじゃん。もうすぐつけるの、コンタクト。コンタクトなら見やすいから二度寝することえ、ね、二度寝は違うから。二度寝するけどモーニングじゃないもん、もはやもう朝じゃない、二度寝するとき。ひなこちゃんの好きなところ、ひなこちゃんの好きなところは、そうだな、東大目指してるところ東大を目指してるところ、寝て起きて寝てがルーティン、やばい、もうそんなやばいじゃんそれもうどんどんやばい人やってるの。免許はですね、実はですね、去年取ったんですよ、車の免許、実は持ってる今日も運転した、コンビニ行ったの、運転して、あと朝はおばあちゃんとお母さんと買い物に行って私が運転した。でもそんなにさ、月に何回かしか乗らないから、もう全然慣れてないんですけど運転は実は持ってます、去年撮りました、半年ぐらい撮ってるんですけど、撮って慣れない運転する頻度が少なすぎて自分の車は持ってない、お母さんたちの借りてます。だからお母さんたちが休みの日しか使えないのうーん、博多に遊び、博多は遊び、なんか買い物をしたのは2回ぐらいしかない、2回、いやもっとあるのかな、もっとあるのかな、いや待って覚えてないわ。でもあんまり行ったことない福岡、隣の県なくせに九州な、意外とあんまり行かない、自分の県からも出てないかも、出ないか、今日一番9時間に自分、そうなんかいろいろ用事があって朝しなきゃいけない、それのついででコンビニ寄って、なんかさ、意外と隣の県だけど行かない、なんでだろうね、宮崎なんか未だに行ったことないし行ってみたいんだけど、でも一番行きやすいのは福岡だよね、大分から、あの特急が出てるから、宮崎は出てない、高速とか、高速は九州で1回九州でそれから運転、あのコースが運転、うん、この48グループで仲良しな子っている、または仲良くなりたい気になる子がいる、仲良くなりたいっていうか、私が一方的に顔が好きな子がで、NMB48 の山本美香奈ちゃんです。めちゃくちゃ可愛いの、顔が、顔めっちゃ可愛くて、ちょ
接会ってお話ししたことではないんですけど、可愛い、とにかく可愛い。一回お話ししてみたい。可愛いです。あれは顔面国宝ね、みんな言ってる。可愛いよね。めちゃくちゃ可愛いんですよ。あとは知らんキング25分だよね。今回の配信はいい感じに読めてる。さっき全然読めなかった、ちょっとしか読めなかった。あ、15分だったね。ミカニャンって通しちゃったけど、でもね、まずね、会ったことないんだよね。会ってみたい、普通写真も撮りたいけど、会ったらいつか会ってみたい。グループが違うからなかなか会えないけど、ピアス何箇所いてますか。今日買ったもの、かわいいお金になるかもしれない。ピアスはですね、3箇所ですね。左が2に、右が1。ずっとさ、ここに髪の毛がついてる気がするんだけど、気のせいかな。わかんない。右に、左が1です。1個で3個開けてる。可愛い子になるにはどうしたらいいですか。可愛いよ。私ね、特になんか言うて、そのなんかそんな気を使ってることないな。ないな。なんか言ってた。あ、でも最近はなんか、あ、スキンケアで。なんかね、雑誌でいいって書いてあった、なんだっけな、なんか美容液じゃん、美容液みたいな、美容液だっけ、あれ化粧水の前に塗るやつがあって、それがいいって書いてたから買ってみて使ってる。なんてやつだっけな、なんか確かにいい感じがする。あ、なんだっけな、なんだっけなんだっけ、しか言ってない。なんだっけ、あれ全然思い出せないんだけど、名前が、いや、アベンヌじゃない、なんかアがついたはず。ヒント少ない。なんか黄色のやつで、名前、あの会社の名前、言ってるお店の名前が、あ、なんちゃらみたいな。で、名前が、いや、もうね、全然1個目の文字しか覚えてないんだけど、 D なんちゃら、 D なんちゃら。記憶力のなさ、なんだっけ、難しいね、激ムズなんだけど。豆乳液かな、わかんない。あ、やばい、時間だ、後で見てこよう。わからなかった、思い出せない。あ、ちょっと待って、ギフトちょっとだけ読んで、どこ行った、どこまで読んだっけ、私
ケンチアットマー空間のジャパンクさん、ハタありがとうございます。クロケさん、ダルマありがとうございます。ありがとう。キムラさん、レインボースターありがとうございます。とグランツさん、ハトありがとう、ありがとうございます。じゃあランキングを見ます。13位からできます。13位ソランさん、ありがとうございます。12位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイさん、ありがとうございます。11位ヤスさん、ありがとうございます。10位クロケイさん、ありがとうございます。9位プッチーニさん、ありがとうございます。8位、タケネコ1717さん、ありがとうございます。7位アトマークさん、ありがとうございます。6位サラダさん、ありがとうございます。5位チュンチュンさん、ありがとうございます。4位雪村さん、ありがとうございます。3位荒巻さん、ありがとうございます。2位シンさん、ありがとうございます。そして1位がニャーコさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。次は21時半からです。次も質問読みます。まだ読めてないのいっぱいあるから。でも次15分なんだよね。あと調べてくる。あ、ね、リップの番号また見るの忘れてた、言うって言ってた、さっきの配信で。やば、すぐ忘れる。リップとさっき言ってたなんか導入液美容液みたいなその名前ね。やば、すぐ忘れるじゃん。それぐらいソフィーナのセラム、いやそれじゃない気がする、全然思い出せないんだけど。ちょっとまた後で配信で読みますね。なんか全部は無理だけど、もう楽しいこれ。自分が思った以上に喋りすぎちゃうんだけど、30分短いからね、仕方ない。あとこれの続きやろう。胴体まだ半分ぐらいしか見てない。クマちゃんの胴体です。完成するかな、イベント中に。あさってまでね。でもあさって、いやできないから。微妙なところ。これが完成形なの。顔と胴体はちょっと半分ぐらい編めた。あと手と全部編んで、胴体は今日中に完成そう。手と足となんかこれネックレスみたいな、微妙。でもできそうな気もする。ちょっと完成できるように頑張ります。栗を使ってる。違います、クマちゃん、クマさん作ってます。これこれが顔、生首。あ、そろそろだ。じゃあ次は21時半からです。また質問コーナーします。楽しいこれ。あと名前忘れてたやつとリップの番号見てきます。すぐ忘れちゃうかな、すぐ見に行ってくるね、終わったら。じゃあそろそろ終わりたいと思います。次もぜひ来てください。また質問を返します。じゃあね、またね。